今日のの聖書の言葉です新約聖書の中にイエス・キリストがこんな言葉を残しておられます。私が命のパンです。私のもとに来るものは決して飢えることがなく私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません。1990年代に入る少し前ぐらいから今からは心の時代。 と言われ始めましたしかし、まあ、しばらくは全くと言ってよいほど心の時代からはかけ離れた物質的つまり物にこだわる時代が続いたのではないかなとそんなふうに感じています心の時代は、えー、他の流行り文句のように今はあまり使われなくなったとも感じていますしかし、まあ、バブルの崩壊 また失われた30年などなど経済的な低迷がもたらす深刻な状況にある今こそ心の時代なのではないかと考えています内面的なつまり心の豊かさに真剣に目を向けることが求められているのではないでしょうか聖書の有名な言葉の一つに人はパンだけで生きるのではなく 神の口から出る一つ一つの言葉で生きるというものがあります。人はまさしくパンだけで生きていくことはできません。つまり物質的に満ちているとならばそれで満足。他の何もいらないというわけにはいかないんですね。今日の聖書の言葉は本当に必要なもの、真の神様、イエス・キリストのことを 教えていますこの神様こそが命のパンつまり私たち人間に必要な心の糧なのですこの心の糧を心に持つものは決して飢えることがありませんまた乾くこともないのですどんな時代にも必要なのは心の豊かさですそして今こそそれを求める時ではないでしょうか 物質的に求めるお金をかける対象を変えるそれだけでは心の豊かさを得ることはできないんです。まことの神様イエス・キリストを知ること信じることこそが私たち一人一人にとって大切だからです。